ひとまず対岸に渡りましょう。こうしてもらちがないからね。今行くわ。すぐよ。何か考えつかないと。こっちじゃないわ。他に道がある。ここは見えないから大丈夫でしょう。でしょ？素早く移動するわね。急いで。いやー、難易度高いぞこれ。微妙に見えてるのがしっかりね。恐ろしい。ここを通ってこっち側に抜けてこう入り込んでみたいな感じだけど、これこの熱いを持ってこぬかのところに隙があるんだよ、これきっとな。きっとこう抜けてここに入って石かくしゃみこで持ってこっちを振り向かせてるうちにこっちに入って、え、これ敵を倒すことは考えない方がいいよね、これきっとね。視界をくぐり抜けながら行く感じでしょう。ここに入って、この人を言わすか？この人を言わせてしまって、ここに隠して、で、風呂でなんか細工は隆々っていう感じかな。とりあえずやってみよう。ひとまずこっちに入らないといけないね。素早くね。よし、こっから先愛子さんで行きましょう。この人の視界だけは気にしてないんだね。こっちの人は全く見えてない、意外なことに。素早く移動しよう。さて行きましょう。計画通り行きましょう。どうしてそんな風に振る舞える？いつも通り話して。熱いですね、ハヤトはね。あんなことがあった後だっていうのに。女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ。女は学ぶのよ。なるほどね。もし感情が高ぶっても、それは隠さないといけない。そんなか。俺はマサルとその父の野郎どもを殺したい。そんなおごりは今はできないはずよ。かっこいいね。あなたの中に私の言葉をとどめておいてください。復讐の念は時が来るまで持っていてください。くそ、かっこいい。行くよ。愛子さんも腹の中は煮えくり返ってるわけですね。ほんといけんのかなこれ。こうでしょ。急いで。まだこれ侍はいないよね。侍はあいつらがいるまでいないから化けていけるじゃんね。すぐよ。無駄にする時間はないわ。こうでしょ。これが彼の入る浴槽だわ。間違いないな。湯を沸かすのはどこだ。こっちはいけないの。いけるよね。いけるよね。あれ今行くわ。ここは通れないんだ。はや、そうなんだ。これなんか細工できるのか。自然に素早く気を加熱するとかできるの。どうなるんだろうね。ちょっと見てみようか。あちゃ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 ーみたいな。なんだかダチョウクラブみたいなのかな。え、ちょっと待ってくださいよ。あぶねー。あぶねー。変な声出ちったよ。どうなんだろうこれね。煮えたぎってるや。あの女の人は手打ちになったりして。もっと熱いよ、持ってこぬか。え、これじゃああんまの方にもなんか細工はできるってこと。どうなんだろうね。あっつーで飛び出してタタタタタってくるのかな。ここに入りに来るのかな。
なんだこれ。ダチョウ倶楽部よりもリアクション大きかった。あ、はいはい、はい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 、なるほどね。ほう、そんなことになるんだ。ほうほうほう、これで引っぺがれたわけだね、護衛が。なるほど。なるほど、なるほどとは言ったもので、どうすんの。どうすんのこれ。これだ、全部視界取ってるよこれ。あんましは何すんだろうね、これね。あんましを殺すとかそういうことなのかな。あんましがいないじゃないみたいな話になってっていうことはないかしら。侍がここを見てるのはまたなんとも。待て、これここら辺一人一人倒さないか。この侍は視界をうまいことくぐり抜けて、石投げてこっち振り向かせて、ここに入り込んで、でこの人は倒せるでしょ、うん、そうだ。そしたらこの人も倒せるでしょ。仕事を頼む。でそしたらこの人も倒せるよね。はい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 。そしたらここを制圧できるのか。できることからやっていこう。よし、じゃあここから先がハヤツですね。ですね。で、まずはこの人から言わせよう。ここは見てる人いないもんね。この人は手裏剣術さようなら。ここでいいね。これ倒してなんかできるのかな。別に何があるわけでもありませんよと。だからこの人を次倒せるよね。ねえ、ここにいるとき視界全く通ってないっていうことはいけるってことだよね。ハヤトと戦い始めましょう。ここにいるときに、ここでいいしょ。俺がいただく。でどこに変にして打ち捨てようか。ポイってできるよね。ね、でだよ、ここを抜けられるね。ここまでは視界が通ってませんよと。で石を投げられない。門が邪魔してんのか。なるほど。気をそらす。これでいけるね。石を投げて気をそらして、いけるこれね。いける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 、絶対にいける。視界、つまり視界範囲からここら辺まで来るんだね。気をそらす。でもないな。入れたね。よし、で次まずはこの人からだね。行くぞ。
こうぐるりと回っていけると思う。なんかいるな、うっとしの。でしょ、これ消してどうなのかな。明かりが消えたぞ。はいはいはい、そうか、いいだろう。あ、明かりは消えたぞって言うけど、つけに来るわけではないんだ。へえ、ま、これでまずは、おっと、つけに来るんだ、やっぱりね。なるほどね。つけには来るんだ。まだそうしたら、この人とこの人を制圧すれば、やべえのが来たな。これでも、マサルを当然連れてかなくちゃいけないわけでしょ。っていうなると、ハヤトじゃなくて、アイコさんじゃなくちゃダメってことだよね。刀の手番。あ、これ、町人がややこしいのがね、うっとうしい、こいつ。こいつうっとうしいな。タイミングが仕事を頼む。これだ。あと一人、うん、ね。となるとこの人を言わせることができますよと。風で明かりが消えたから手裏剣術。いや単純だ、俺がいた。でしょ、うん、いいね。で、ここも消しちゃおうか。侍が反応するんだね。へえ。はいはいはい。この人反応したりするんだ。へえ。あ、そうなん。これじゃあ明かりを消すっていうのはほぼ不可能なんだね。なるほど。おっと、見つかったのかい。でしょ。で、この人を言わせてしまいたい。こいつがいるのか。はいはい。こいつがいるけれども、まあ問題はないでしょうと。バレてない。よし。でだよ。でだよ。で、近づいてきてるよ。こうでしょ。で、厳しいね。ここに明かりがあるんだね。いや、どうする、こっから。バッチリ見てるもんな。バッチリ見えてるもんな。混乱を巻き起こしてみたいなのできるな。この人はまたうっとうしいな。この建物の上には乗れないのかな。乗れるんだ。ここから乗れるにしても、いや、こんなん無茶だろ。こんなん無茶だろ、こんなんは。あんましは言わせるは絶対ありそうだよね。この辺うろうろする町人、言わしちゃおうか。なんかここら辺を、この町人、殺害してしまおうか。
いいだろう。で、これ殺しも、もう町人だろうが躊躇なく殺すことができるよって僕は。邪魔者は躊躇なく消しましょう。戻ってくるときにことをしましょう。一緒に戻ってきたりしてね。あんましは絶対言わせるような気がするんだよな。風呂だ、風呂に入りたい。あんましいるもんね。ここをうろつく町人が出てこないんですよ。あ、こういうルートで通ってるんだ。この建物の中を通ってるわけだね。へえ、鬱陶しい。この人が来たらもう容赦しませんよ。か心を鬼にして、民間人だろうがなんだろうが、さよなら。でしょ、これ消しちゃおうか。で、これで完璧な闇を生み出せるわけですね。ちょ待ってよ、これさ、この侍倒せるんじゃない？これで明かりを消して、いいだろう。で、こうで、はい、刀の出番だ。こうでどうすか。これでここの平確保できたんじゃないねえ。ただ問題はマサル、待て、鉄砲の弾1発2発で、待て、愛子さんとハヤトでもって侍をこの護衛2人をやっちまうっていうのはどうですかねえ。今現在この網笠は殺せるよね。で、闇を生み出してついちゃうか、闇を生み出してこれを消す。視界が通ってる人間がいないもんね。多分このアンマだけでしょ、視界通るの。なる、アンマが待ちぼうけしてるんだ。はい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 、なるほど。このあんま待ちぼうけするから、その間に石を投げてこっち振りまかして、これを倒して隠して、はい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 、なるほど。これマサルがじきじきにつけんだ。でマサルがつけて、この間にダーンダーンって持ってブスリブスリでいいんじゃない。不可解な動きするのね。そうだな。あ、これやばくない？そんなことになるの？まあ逆側に隠れりゃいいよって話だよね。